続いて漢方納得相談のコーナーです、はい、このコーナーでは漢方薬について詳しくお伝えしていきます、紹介してくださるのは一心堂薬局の荻秀幸さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどういった漢方をご紹介いただきますでしょうか。はい、今日はですね、この時期健康診断を、受ける方が増えてくるかと思うんですね。そこで健康診断に関してのですねお話をさせていただければということで、はい、今日参りました。もう、ね、はい、学校や会社ではね結構皆さん受けられてますけれども、そうですね、健康診断といえば、検診後にこちらのようなこう数字をですね出されて皆さんご覧いただけると思うんですが、このような数字をですね大きく出てしまいますと、何らかの不調が体に起こっているという形になるんですね。これコレステロールや中性脂肪、いわゆる糖質にかかってくる項目だと思うんですけども、これどこがどういうふうに違うんですかね。まずコレステロール中性脂肪はですね、基本的にはこの脂質の仲間、油の仲間なんですね。ところが厳密に言うとですね、中性脂肪はその体が活動しているためのエネルギー源、これが利用されないと皮下脂肪になってきますし、あとコレステロールというのは細胞を作る時の、材料、例えば副腎皮質ホルモン、性ホルモン、あと消化液でしたら胆汁の、生成に関わる材料になっていくわけですね。でちょっと話は膨らみましたけども、このコレステロール、先ほど言いましたように油ですから、多く取りすぎると、要はその高脂血症、それまたそれがさらに進行してしまうと動脈硬化につながってくるような形なんですね。であと先ほどの中にありましたですね、 GOT、GPT、ガンマ GT、 これはですね何なのかという、これをちょっとご紹介しますとですね、これはそれぞれアミノ酸のですね代謝に関わる酵素なんですね。でこの数字がこの領域をはるかに超えてきますと何が起こってくるかと言いますと、肝臓に何らかの疾患があるんじゃないかという、憶測することができるんです。例えばアルコール性肝炎であるとか、慢性肝炎であるとか、ひどくなってくると肝硬変、肝がんというふうな形、でその他にも、血糖値に関しては糖尿病であったり、あとその、尿酸値であれば痛風を、分かったりするということですね。分かりました、ではですね、今日は健康診断で分かる疾患の中でも糖尿病について、まずは症例と改善例お願いいたします。了解しました。こちらからですね、こちらの方がですね、糖尿病の方の症例なんですが、まず血糖値が高いと。で血糖値は今問診カードにもありますように空腹時血糖が170から180と高いんですね。で具体的な症状としましては、喉の渇きが強くて、水分を多く取ってしまう、で体がだるい、でトイレの回数がなんとですね、起きている間に、10回から12回も行ってしまうと。で糖尿病の白内障で左目がかすんで見える、で皮膚もカサカサして痒い、で体重が急にここ1年で6キロと減ってきましたというふうな、ご相談の、症例なんですね。さあこちらの方におすすめの漢方をお願いします。こちらの白虎か人参湯というお薬、これを服用していただいたんですね。でこの中には、チモ、神戸、石膏、肝臓、人参というような、生薬で構成されているわけなんですね。これ神戸ってあるんですか。これはお米ですか。そうなんです。これ玄米なんですね。生薬名では神戸というふうに言うんですけども、でこの神戸であるとか、石膏、チモ、これは体の熱を冷ます働きがあってですね、特にこの石膏、これは熱を冷ます以外にも炎症をですね抑えていく効果もあると言われている生薬なんですね。であとこの方ですね、もう一つお茶代わりにですね解凍紅茶、これを飲んでいただいたんです。さあその結果どういった改善をされたんでしょうか。まず1ヶ月半後ですね、口の渇きが減ってきたし、トイレの回数も少なくなってきたかなということだったんですね。で3ヶ月経過した時点では口の渇きが良くなってきて、皮膚の痒みもなくなってきたと。で検査の結果でですね、当初180あった血糖値がですね135まで下がってたと。で5ヶ月経過した時点ではですね、目の調子も良く、目のかすみも良くなったと。で7ヶ月経過した時点では血液検査の結果、さらに血糖値が下がって113まで下がっていたと。で9ヶ月経った時点ではですね、体調は最近非常に良くて、
まあ、トイレの回数も日中6回ぐらいで安定していると、喉の渇きもほとんど感じられないということで喜ばれている方の症例なんですね。はい、結構大きく変わりました ね、はいはい、では続いてはですね、尿酸値に関わりがある痛風についてこちらの症例と改善でお願いいたします。はいはい、了解しました。こちらの方はですね、まあ、尿酸値が高いということでご相談いただいた方の症例なんですが、まあ、この方は右足の親指が赤く腫れて痛むと、で病院の方からあの尿酸値を下げる薬をもらっているんですが、やはりあの飲んでても右足の親指が腫れて痛むことがありますと、で時々、まあ、膝も痛む、そして病院の先生の方からですね、やはり食事指導もされておりまして、はい、まあ、肉類であるとか、まあ、ビール、まあ、こういうふうなものを、まあ、避けるようにと言われてますと、でこの方特徴的な部分がですね、お小水が遠いということをおっしゃられたんですね。はい、さあそれではこの方におすすめの漢方をお願いします。はい、こちらのエピカ術糖というお薬なんですね。はい、でこの中にはですね、麻黄、石膏、槽術、体操、肝臓、消去、こういうふうな生薬で構成された処方なんです。はい、でこれらの成分がいろんなこう腫れとかあれに効きますか。はい、そうなんです。あの体のその熱、はい、あと腫れ、痛み、こういうふうなものを発散させていく作用があると言われてるんですね。さあ、はい、その結果どのような改善が見られたかと言いますと、はい、まずあの服用しまして、あの2ヶ月経った時点ではですね、はい、検査の結果尿酸値が少し下がってて、で足の親指の付け根、まあ、痛みが少し楽になってきたと。で4ヶ月経過した時点ではですね、足の腫れることもなくなってきました。はい、で7ヶ月経過した時点では、まあ、最近あの膝の痛みも楽になってきまして、足の指が腫れて痛むことはまずなくなったと。で11ヶ月経過した時点では、検査の結果尿酸値が正常値内に入っていましたと。でその後の足の指、あと関節が腫れることはまずないということで、よくなられている方の症例なんですね。はい、まあ、こういったですね、その痛風にならないためにはどうやって尿酸値を下げればいいかというところにも気になると思うんですけども、はいはい、まずやはり病院の先生の指示に従ったり、はい、あと体に合った、先ほどご紹介させていただいたような形ですね、体に合った漢方薬を服用するというのも一つですし、はい、あとですね、やはり食事、これも大切なんですね。やはり尿酸値に関しまして、プリン体というものがですね、まあ、入っている食品、これを多く取りすぎますと尿酸値が上がってきますから、まあ、尿酸値を下げていくような形の食用上ですから、先ほどの方のように肉類、あとビールなんかはプリン体が入ってますから、ね、まあ、ビールでもね、最近プリン体のゼロという、ね、ゼロっていうのありますからね。そういうふうな、やはり食事でもやはり工夫していかないといけないというのはあるかと思います。はい、ありました。なおですね、今回ご紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。今日は健康診断に関係した漢方についてお話をいただきました。はい、ではここで一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。他にも一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして今話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口、埼玉会館そば、県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入口前です。立川店は立川駅北口、立川通り高松郵便局手前、川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横です。そして所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行所沢店向かいとなっています。さあ、漢方納得相談のコーナーでは漢方に関する、そして質問、小木先生に聞いてみたいことなど、こちらの宛先までどしどしお待ちしております。そしてこのコーナーの最後には、一心堂オリジナルの健康茶をご紹介いただいておりますが、はい、今月は何でしょう。はい、一心茶ですね。はい、はい、まあ、こちらの、まあ、一心茶なんですけども、はい、9種類の、薬草が入ってまして、
あの五臓のバランスを整える、まあ、九州の薬草なんですが、まあ、ハトムギみたいなんですね、ハトムギ茶、まあ、そういう風な、まあ、味がしますんで非常にこう飲みやすいと思いますね。これなんかおすすめの飲み方っていうのはあったりするんですか？はい、でこれから暑くなってきますとやはり麦茶のようにあの冷やしてもいけるんですか？はい、大丈夫なんですか？はい、大丈夫なんです、はい、非常に美味しいですね。じゃあ一回蒸らして、はい、出たものを冷蔵庫に入れて冷やすと、はい、冷やして、これお子さんもね喜びますね、はい、飲みやすいですからね、うん、そうですね、はい、分かりました。ということで冷やしでもねご堪能いただきたいと思います。はい、本日も一心堂薬局の小木秀樹さんにお越しいただきました。小木さんありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルの後はお天気見ていきます。